今回はウェア物を作るときにこれは覚えておいていただきたいというテクニックを勉強しましょう。編み残しの引き返し編みという技術です。最近は肩はまっすぐなものが多いんですが、やはり人間の体肩下がりがありますので、この編み残しの引き返し編みを覚えていただきますと体に合った作品ができます。その他にもダーツ、サイドダーツを入れる作品にもこのテクニックを使いますので、ぜひ覚えてくださいね。それぞれに2つの方法、右側と左側でテクニックが違いますので、ここがなかなか引き返し編みは難しいと言われるところかもしれません。でもしっかりご覧いただければきっとマスターできると思います。掛け目をしながら引き返し編みをする方法です。基礎の方にもよく紹介されています。初心者の方でも分かりやすい方法ですね。右側です。まず1段手前で5目残します。今回は5目でやってみましょう。右の針に掛け目をし、次の目を滑り目にします。滑り目は目の向きを変えないでそのまま移します。そのまま今回は右側端まで編んでいきます。引き返し編みは2段ごとにしていきます。裏側の段でまた5目残します。掛け目を除いて2、4、5目残します。はい、そしてまた表に返し、糸をかけて次の目を滑り目にします。端まで編みます。裏に返して右側裏の段で引き返しをしていきます。同じように掛け目を除いて5目残します。表に返して掛け目をし、次の目を滑らせます。これで編み残しの引き返しができました。次は段消しという作業をします。段が消えるわけではないんですが、段消しと呼びます。掛け目したところを次の目と編むという作業になります。ネジ編みの場合、裏目を5目編むと先ほどした掛け目が出てきます。この掛け目と次の目を入れ替えるという作業をします。このまま編んでしまいますとこの掛け目が表側に出てしまいます。ということで、はい、目の向きを変えながら右の針に移します。そして次は左の針で右側から針を入れて目を移し替えました。これで掛け目が手前になり、次の目が向こう側に来ました。この2目を一緒に編むことになります。2目一度に編んでください。もう一度ご覧ください。
次に4目編んできますと、また掛け目が出てきます。この掛け目を次の目と入れ替えます。左から針を入れ、もう一目左側から針を入れ、そして左の針で右側から目を取ります。目が入れ替わりました。一緒に編みます。掛け目を入れ替えます。左から目を取ってもう一目取り、そして右側から針を入れて目の位置が変わりました。この目を一緒に編むことで掛け目はなくなり、段の境が少なくなるということになります。これを段消しと言います。掛け目が隣の目と二目一度になりました。左側の編み残しの引き返し編みです。左側は表側で編み残しをしていきます。右側と左側は一段違ってきますので注意をしてください。表側で5目編み残しました。糸をかけます。次の手前に糸を置いて次の目を滑らせます。そしてそのまま裏目を編んでいきます。表に返してまた5目手前まで編んでいきます。編み残したところから5目です。掛け目を除いて2、4、5目ですね、はい、ここまで来ましたらまた編み地を裏に返します。掛け目をします。この時少し糸を引くようにしましょう。次の目を滑らせます。目の向きを変えないで滑らせてさらに裏目を編んでいきます。もう一度ご覧ください。掛け目、そして 1,2,3,4,5 目です。ここで反対に返します。裏に返して掛け目をします。糸を手前に持ってきて次の目を滑らせます。残りの目を編みます。これで左側の引き返し編みができました。こちら側も段消しをします。左側は表側で段消しをしていきます。これも右側とちょっと違いますので注意してください。今回は5目ずつ引き返しましたので5目編みましたらば次に掛け目が出てきます。先ほどは目を入れ替えましたが、こちらは目を入れ替えずに次の目とそのまま二目一度に編んでしまいます。もう一度ご覧ください。掛け目と次の目を二目一度に編みます。
け目と次の目を二目一度に編みます。これで段消しができました。はい、これが裏側の状態です。かけ目したところを二目一度に編みました。3回引き返し編みをした状態です。かけ目をして引き返し編みをする方法は、針に糸をかけるというところでどうしても糸が緩みがちです。糸が緩んでしまいますと、そこが編み目が広がってちょっと穴が開いたように見えてしまう、こんな話を聞きます。ということで、もう一つの方法、かけ目をしないで引き返し編みをしていく方法をご覧いただきます。編み残しの引き返し編み、かけ目をしない方法をご覧ください。1段手前で編み残しをします。そしてここで段数マーカーをつけます。リングをつけて目印ができましたので、次の目を、目の向きを変えないでそのまま滑り目をします。そのまま編んでいきます。裏に返します。ここで5目残します。同じように表に返して、ここで段数マーカーをつけます。次の目を滑らせます。また5目残しました。もう一度つけました。これが目印になってきます。そのまま滑り目をして残りの目数を編みます。これで同じように斜めの引き返し編みができました、はい、こちらも段消しをします。段消しは裏の段でしていきます。段数マーカーのところまで来ましたら、次の目と段数マーカーの目を引き出して一緒に編みます。段数のマーカーの目を引き出して一緒に編みます。
掛け目をした場合と同じ結果になりますが、糸をかけない分だけ目の広がりを防ぐことができます。編み残しの引き返し編み、掛け目をしない方法をご覧ください。左側は右側より一段細くなります。まず表側で引き返しをしますので、編み残すところまで編んでいきます。5目残しました。はい、ここで裏に返します。引き返しをしていきますが、ここで段数マーカーをつけます。次の目を滑り目にします。そのまま裏目を編んでいきます。表に返して2回目の引き返し編みです。ここで5目残しました。裏に返します。糸に段数マーカーをつけます。次の目を滑り目をします。目の向きを変えないでそのまま針に移します。返してもう一度つけました。次の目は滑り目です。最後まで編みます。マーカーをつけた引き返し編みができました。続いて段消しをします。表側で段消しをしてください。マーカーのところまで来ましたら目を引き出して次の目と一緒に編みます。マーカーのついた位置気をつけてください。目を引き出して次の目と一緒に編みます。目を引き出し次の目と一緒に段消しができました。掛け目をしないで編み残しの引き返し編みをする方法をご紹介しました。今回は分かりやすく5目ずつ引き返し編みをしましたが、これは糸の太さや傾斜によっても目数は変わってきます。規則正しく5・5というのではなくて4・5・5であったりということで目数が変わってきますが、目数が変わってもやり方は全く同じです。ぜひ自信を持って編めるようにしてください。
一色で編むセーターなどの場合は、掛け目をする、掛け目をしない方法、どちらを使っていただいてもいいんですが、配色や編み込み模様の時、この糸端はどんな風に持っていったらいいんだろう、どこで掛け目をしたらいいんだろうということが迷うことがあるんです。これはなかなか基礎の方にも載っていないんですが、この部分のところはちょっと皆様方にこっそり教えたいなと思います。今回はガーター編みで、さらに2段ごとに色を変えて引き返し編みをするという方法。裏をご覧いただくと、右側はこんな風に糸が渡ってきます。この方法をご覧ください。編み残しの引き返し編み、右側ですが、ガーター編みでさらに配色をするという場合です。掛け目はしますが、次の目は滑り目をしないで編みます。その時に配色ですから、端にある糸を持ってきて、次の目を表目で編みます。掛け目と表目です。色が変わって、そのまま端まで編んでいきます。編み地を裏に返します。ガーター編みですから、こちら側も表目です。掛け目を下目から5目残しました。表に返します。次は配色が変わります。掛け目をしたらば、色を変えて次の目を表目に編みます。また色が変わりました。2段ごとに配色をしています。裏側に返します。掛け目から5目残しました。表に返します。掛け目をしたらば配色の糸をで次の目を表で編みます。端まで編みます。これで右側の引き返し編みができました。はい、続いて段消しを編みます。段消しも同じようにガーターですから表目で編んでいきます。ここで掛け目が出てきました。左側から針を入れ、もう一度左から針を入れ、右から針を入れて目の向きが、目の順番が変わりました。ここで表目を編みます。目の順番を変えます。変えた状態で表目を編みます。左側から針を入れ、右から針を入れて目の向きが、目の順番が変わりました。配色の場合はどうしても糸が渡ってきますので、この糸が釣れないように注意をしてください。編み残しの引き返し編み、左側、
ガーター編みで配色をする場合の引き返し編みです。表側で引き返し編みをしていきます。まず表側で5目残しました。裏に返します。左側の場合は糸は渡さなくてそのまますることができます。ただしガーター編みですので掛け目をしたらそのまま表目を編みます。滑り目をしないで表目を編む、これはガーター編みの場合です。表に返します。2段ごとの配色ですから次の色に変えて表目を編みます。掛け目を除いて5目残しました。また反対に返して掛け目をしたらばそのまま滑り目をしないで表目を編みます。左側の引き返し編みは右側で色を変えていきますので糸が渡らずに引き返し編みをすることができます。渡らずに引き返し編みができました。続いて段消しをしていきます。掛け目が出てきましたら次の目と一緒に編みます。掛け目は次の目と一緒に編みます。これで段消しが終わりました。ガーター編みの編み残しの引き返し編み、そして配色にするというテクニックでした。なんだかもう早速編みたくなってきませんか？リズミカルに引き返し編みをしていただくと、そうですね、こんな帽子はいかがでしょうか？これは左側に編み残す方法を使って3目ずつ引き返してみました。編み残しの引き返し編みを覚えるとこんな帽子も編むことができますよ。楽しいガーター編みの帽子、この作品もご紹介しますね。